それでは早速ですが、市長候補プロ野球選手が、これからのことについての要点を絞ってご説明を申し上げたいというふうに思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ちょっといつもはいい声なんですけど、やっぱりもう今後半戦に入りますとちょっと枯れてるかなというふうに思います。ちょっとカラオケを歌っておけばよかったなと思って、ちょっと全部が流れました。長くなりましたけども、私は話をしますとみんなから怒られまして、絶対30分よって言われました。40分ですから40分まで話せるなというふうに思ってます。で、会長がおっしゃったように、私の本当は一丁目一番地の政策を言いたいんですけども、それは聞いたなという人たちが多分いらっしゃると思いますので、今日はちょっと違った話をしようかなと思ってますけれども、時間があったら一丁目一番地に行きたいなというふうに思ってます。本当に皆さん方のお力で3期12年の市長職を重職重責を担わせていただきました。本当に七八区、中野区との曽根と保一方は、先ほど会長も言いましたけれども、私の、おふくろはこの曽根出身で、で私が生まれたところは堀一方で生まれ育ってそこで成したわけですから、特に中津のこの曽根と堀一方というのはそういう縁があります。そして、私が市長選に出る決意をする前、いわゆる平成15年の12月28日だったと思うんですけども、この公民館で今の日向市の実態をどう思いますかという話をした経緯があります。その時まだ私は決めてなかったんですけども、ただ日向市の課題というものを県庁から見た時に、第三者的に見た時に、我がふるさとはやっぱりここが遅れてるよね、こうしないといけないよねっていうのを熱く語った記憶があります。まあ、そういうことで、本当にいろんな経済界の方々とか、あるいは市会議員の方々とか、そういった方々が、本当にこの際やっぱり出るべきだという形で、そういう熱意に動かされて、1月の2日にいろんな方がおいでになって決断をしたという経緯があります。そういうことで縁のある一番最初の私が決意をしたそこ辺がこうかな、出発点かなというふうに思います。そういう話をしますとすぐに5分たつんですよね。で話をしたいと思いますが、やっぱりこの曽根地区でやっぱ思いますのは、昔チリ地震があったことを覚えていらっしゃる方がいらっしゃるでしょう。で、日向市は南海トラフの地震が起こりますと1万5千人の方々が亡くなるというふうに言われています。で、南海トラフというのはいわゆる東北の地震があると同じでマグニチュード9、そして地震が7、そして、津波が15メーターで17分で来ますので、これは私言ってるんじゃないですよ、県がそういうシミュレーションを出しているわけですね。で、1万5000人が亡くなる、宮崎県全体は3万5000人ですけども、その 43% がこの日向市で亡くなるというデータを発表しています。で、そのうちの9600人から9700人は在庫の方が亡くなるというふうに言われています。尊い命が。で、去年から26年度から日向市は宮崎県の海岸も11市町村がそうですけども、津波の地震、津波地震対策強化地域ということで国から指定を受けました。そしてこの11市町村はクリートの脅威が整えば、避難タワーとか命の山とか避難階段とかそういったものは3分の2で補助をして作りましょうという形になっているわけですが、そういうところで多分日向市だけだと思います。16カ所が国と協議をしまして26年度が OK になったわけです。で、今年、長江団地とそれから山下の、あそこの市営住宅と、あそこ避難階段ですけども、それから堀一方の浜に避難階をつけました。堀一方は200人ですね。それから、長江団地の方はどっちも670人の方々が避難できるという感じになる。で、この曽根はなぜで私が言ってますか、言ってるのはですね、この七谷地区もいわゆる伊勢ヶ浜の大波と、それから商業港の波、いわゆる小豆島線が通っていた頃のあれが、地地震の時にですね、商業港の波を引いたという記録が残っています。
でもそれが押し寄せたという記憶がちょっと分からないんです。でもあのそういうような今のそのなんていうかね、過去の歴史から見たときに浸水することは間違いない。このあの堀一方も曽根地区ということで、あの東小学校に避難階段を作って1200人の方々が避難できるという感じになりました。だからこの地域はいいと思います。でも曽根のちょっと向こうに行ったときにやっぱアンブレラ避難困難地域という形で、先ほど言いましたように12分で逃げないといけない。で一人はとにかく1秒で1メーターという国は感受しています。だからそれで避難困難の地域がどこにあるか、そこに避難家を作らないといけない、また命の山を作らないといけないというような感じになるんですね。でそういうことで、あの曽根の地区には先ほど言いましたね、これからちょっと向こう側、多分あの私どもが市とそして住民の方々と話し合ってここに決めましょうという感じにあろうかと思いますので、大体の場所は分かってるんですけども、多分来年か再来年という感じになります。そういうことでまた皆さん方のご支援ご協力をお願いをしたいなというふうに思います。 ですから、避難その地域に先に言いましたように1秒で1メーターで避難困難地域が何人いらっしゃるかによって、その避難タワーをどういう規模に作るかということになる。で超高団地のあれが1億5000万です。1億5000万の3分の2はしか国が見る、あとは市ですね。で、自分のそのうち10分の1はくらい県が見てくれますけども、まあ、そういう形で整備をしていこう。これは31年度までに先16カ所と言いましたけども、そのうちの8カ所は在庫です。であとはそれぞれ調べて回していまして、25億かかって31年度までに整備をしようという形でなっております。ご理解いただきたいなというふうに思います。ではそういうことで今日は一つはですね、子どものお話をしたい、非常に若い方が非常に多いですので子どものお話をしたいと思います。いわゆる子どもさんとかお孫さんの話をしたいというふうに思います。でそれで時間があれば一丁目一番地に行きたいと思うんですけども、いわゆる子供というのは次の世代を背負っていく天からの預かり物、自分たちの子供という理念じゃなくて、やっぱり自分たちの日本を背負っていく天からの預かり物、宝物という、そういうのがヨーロッパでは思想として一つあります。ですから全ての政治はヨーロッパでそれが全部とは言いませんけれども、先進国は意外と医療費とそれから子どもの教育というのは無料なんです。それで日向市は実は去年まで12月31日までは皆さんご案内の通り小学校の6年生まで医療費は350円出していただければ、初心者の初診の350円出していただければ、入院もそれから外来診療もそれで無料という感じでやります。それを今年の1月1日から議会も通りまして、中学校まで拡大をさせていただきます。それにピークは中学校の高校生まで拡大をしようかなというふうに思っています。それはまた後で話をしたいと思いますが、次はですね、私どもが、全国の市長会もそうですけども、地方と国が、国と地方の協議の場というのが5年前に法律ができました。それまでは国が一方的にこう言って地方に押し付けておったわけですけれども、いろんな問題が起こったときに、そういう、国と地方の協議の場で地方の6団体、いわゆる県と市町、市と町村と、そういう首長とそして議会と国の大臣が接触する場があっていたんですが、その中で我々市長会としては、全国の市長会としては、いわゆるそういう子どもの医療費というものを、医療費の保育料、これをとにかく教育費ですから無償化すべきだということをずっと言ってきました。それがようやく来年の予算の中にですね、96兆7200億円という来年の一般会計の国の予算の中で、360万という年収の制限はありますけれども、その第3番目の子どもさんが、
保育園に行けば全額無償になります。そして2番目の子どもさんは、2分の1が国が全部出して、あとの2分の1は府警が負担してくださいという話になってますが、ただ私どもは日向市は何年か前に全部が全部じゃないですけども、これも所得制限していますけれども、いわゆる 70% の方々が恩恵を受ける、いわゆる7000円から8000円の支援をしています。その金を先ほど言いました2分の1の府警負担分をそちらに回せれば2人の方も、無償になるか、そういう計算をしています。そして、これはですね、人に親の場合は特に最近は、なんて言いますか、非常に困っている方が非常に多くて、その方々がやっぱり子供を養うのにやっぱり、その何て言います、収入が少ないために、やっぱりその方の面倒見ないといけないという形で、2番目の方々が保育所に行った、一人親の場合ですね、2番目の方々から無償です。それから、1番目の方は2分の1雇用、2分の1の負担を補助する、そういう制度で、やっぱり我々が言ってきたことがとにかく100歩前進をしたかなと思ってるわけ。だから国がそういう制度と私どもがやってる制度は、それをドッキングすることによって先ほど言いましたような制度ができる。あと一つですね、給食費用をですね、小中学校の給食費用を28年度中からしたいというふうに思っています。ただ年月だけは何月からということはまだ言えません。なぜならば財源を一つは考えているんですけども、これもう言っちゃっていいですよね、会長にはいらっしゃいました。地方創生という中で一番の目玉は東京の一極集中を是正しましょうということでしたですね。その一極集中を是正するためには何が一番その目玉は何かといいますと、いわゆる工場の地方に工場があって、ほとんどの企業が本社は東京にある。ですから東京にはいっぱいの税金があって、全然交付税や国の復興税はいらない、何兆円の国は、東京とは持ってるわけですね。でそれが例えばメディキットさんが東郷と日向に交渉があります。だからメディキットさんが本社こちらに移転をしますと、我々の資産をしますと大体少なくとも7億円が入っていきます。ということで会長さん、よろしいでしょうかね、日向に本社移転していただけますかねということを私の教訓2人目の中で私言いましたよね、会長さん。会長さんはあんたがこれはやるだって言っていただきました。ということでそれを財源にして、先ほど言いましたような、その2人目 の, 2分の1の負担とか、あるいはその給食費を全額とかでは一気化せにいきませんけれども、小中学校2分の1の分その補助をしていこうというような計算をしているところでもございます。そしてあと一つ、一番今日向市の中で6万2000人というその数字の中で一番の、何ですか、保育所に行っているお母さん方のニーズといいますか要望が強いのは、いわゆる病気になった子どもさんを見てくれる保育所が欲しいというふうに。それでそれは宮崎県の中には宮崎市に3つぐらいあります。宮崎市の中に、ところが他のところはありません。でそういうことで子どもさんというのは大体夜になると病気になりますよね。だからそういうところを見ていただかないとそのあれができない、共稼ぎができないということで、今私どもは6万2千人のそのこの市の中で意外とその小児科と産婦人科というのが足らない、全体数が足らない。それで全国に応募しました。いわゆる日向で産婦人科あるいは小児科を応募したオープンしていただきますと5000万円の補助金を出しますという形で応募しました。そしたら小児科の先生が2人手を挙げました。それでその先生方と今接触をしてますのは、先ほど言いましたようにその保育所は市が作ります、病院はドクターが作ります、しかし補助金も出します、ドクターに対して。
そういうことを隣接をして作ることによって、いわゆるその、なんていうんですか、あの病気になった子どもさんをドクターが見て、そしてその看護師とか保育士は市が見るという感じの施設を28年度中に作りたいというふうに思っています。ということを子どもの関係で、お話をしました。お孫さんとか子どもさんがいらっしゃる時には、そういう形に制度がなっていくという、制度設計が変わっていくんですよって、来年度からというふうに思っていただければいいかなと思います。で、今15分話したんですかね。はい、あとまだ15分ありますよね。一丁目一番地域もしようね。日吉市は変わったと思いますね。変わったと思います。10年前と比べて私が変わったと思うんですよ。で、いわゆるですね、先ほど会長は50年って言いましたけども、やっぱり日向市の大きな課題っていうのは、あれほど先人の方々が一生懸命やったけれども、高速道路ができなかったんです。50年かかったんですよね。東九州道が大分から宮崎までつながるのに50年かかりました。で、北九州から宮崎まで4月24日には開通します。やっと50年かかる。そしてあと一つは、昭和39年ですから、私が県庁に入る、県庁に入る前ですね、高岸の美少年の子です、私が。その時に日向は新三都市になった。で、全国で15新三都市になりました。で、これが渦満のに324ヘクタールの新三都市が渦満のに、これも50年かいわゆる。それだけの長い年月がかかったんですけども、それはいろいろある人もそれを言いますとまた長くなりますから言いませんが、とにかくさあ始まるよと、日向がこれだけ の新三都市が今からスタートするよという時に、私は47年に県庁におりました。その時に工業開発課というところにおりまして、新産を担当させていただいておりました。ところが48年のオイルショックでトイレットペーパーを皆さん買ったでしょう。あれでみんなおじさんになっちゃった。それから不当が、日向の不当が始まったわけですね。いわゆる15のある中で、ペンペン佐渡細島で最も遅れているレッテルが貼られたんです。しかし、そういうことで先ほど言いました港ができ、そして、先ほど言いました高速道路を通じたものがだんだんできてきて、いわゆるインフラが整備をされて、ストックという国の言葉ですが、インフラストックの効果が出てきて、いわゆるインフラを整備をして、それを利活用することによって企業はどんどん入ってきた、整備をされてきた。そういうのが成功事例として、いわゆる日向市が、国土交通省が中央公路の方に出した。それがインフラストックの効果という形で、そういう中で、いわゆる私になってから43社立地をし、そして中、座間族1200人の方々の新たな雇用がそういうのを生じた。だから、27年の国勢調査が出た中で、日向市は増えてるところもあるんですよ。宮崎市と綾町と、それから三和田町と木城町、4つは増えてます。5年間の中で、22年と27年の。しかし、その4つは増えてますけれども、他のところ全部減ってる。でも日向市はその中でも一番少ない、マイナス 2.3 ですから1500人、 5年間の中で1500人減ってます。宮崎市は増えてるんです。でも5年間の中で500人しか増えてる。1年に100人しか増えてる。なぜでしょうね。あれだけの宮大もあって、公立大学もあって、産経大学もあって、女子短大もあって、そして南九州短大もあって、いろいろと来てるはずなのに、たった500人しか5年間に増えてない。それはあとは思います。そんなこと言ったら、怒られますからね。そういう、事例、その中で、ですから人口の減少率がそれだけ減ってるということは、それだけの人間が企業誘致によっていろんなところからおいでになっていただいているということですね。もちろん日向市にはそういう高等の教育館がないですから、大学に行くという、そういう18歳になると流出をしていく。しかし帰ってくる、またよそからおいでになるという形で、
マイナス 2.3% が出てくる。それだけ伸びしろの日向ということを皆さん思っていただきたい。今伸びてるんです。今本当にそれは、これを言い出すとすぐ50分になるんですけども、いわゆる数値的に現れているのは、例えば工業出荷額といって企業の皆さん方が生産したものを出荷します。毎年国が工業統計ということで出しているんです。そして市民の所得も国が統計を取っています。この市民の工業出荷額は実は宮崎県で25年の統計で、私ども延岡市を抜いて日向市が1になりました。もう数字は言いませんけど、そして市民の所得がそれが2番目になる、宮崎市に次いで2番目。そして私どもの財政力指数、懐具合というのは市役所の、それは 0.48 です。宮崎市が 0.62 です。宮古城が 0.50 です。だからその3つの指数を見ていただいても、いかに日向が伸びてきたかというのが分かりません。そういうのが町も変わってきた、区画整理事業で変わってきたでしょう。そして働く場所も増えたでしょう。そういうことで日向は変わったよね、そして伸びしろだよねということがその数字で表れているというふうに思う。それを今度は港がですね、いいですね、まだね、港が福島の臨海日向製錬所の横に2月の29日ね、港湾改定計画の中で新たな港を作りますというふうに国がお墨付きをいただきました。これは市と県と国と協議をして、そして県をそれ県が認めてくれて、そして県が国の方に出してくる。それで2月の29日に国の審議会で日向製錬所の横に300メートル、仮称18号岸壁、そして300メーターの岸壁とマイナス15メーターの港を作ります。そしてその後配地には70ヘクタールの工業団地を作ります。というのが認められた。で、これは、ね、すごく画期的なことなんです、本当に。私が言ったら、嘘じゃろうと思うかもしれませんけども、マイナス15メーターあるというのは、日本にここの付き合うんです。九州では北九州と博多港、そして神戸とか、それから、愛知、はなあんちゃんの名前は、宮田の、それから、神戸、それから大阪、それから、横浜、東京、仙台、そして、函館、そういうところ9カ所しかないんですよ。あんまりだからローカルのところでマイナス15メーターということはないんです。日向市だけが認められた。でマイナス15メーターということは、今の日向市でマイナス13メーターが2つあります。岸壁があとは全部ほとんど10メーターか11メーター、それは4万トンか5万トンぐらいしか入らない。15メーターになりますと、この倍になるんですよ。8万トンの船が入れる。例えば今石炭が、旭化成が石炭を運んできてますね。で、これはオーストラリアから例えば持ってくるとするじゃないですか。8万トンの船で持ってきますけども、その8万トンはどっかに置いておって、それから小さな船で持ってこないと入れない。それが一気に、一気化成に8万トンが入ってきますから、物流コストが安くなる。ですから使い勝手のいい、そして物流コストのいい港にということは、国がお墨付きをいただいたということ。いわゆる国内だけの物流基地じゃなくて、いわゆる外国に向かって飛んでいきましょう、飛躍しましょう、そんな港にしましょうというお墨付きをいただいたんだと思います。この整備にどのくらいかかるのかなって今から試算をしたいと思いますが、100億以上はかかります。そういうことで日向市はそれだけの本物を持ってきた。本当に先ほど言いますように伸びしろのところなんですよ。それだけの発展可能性の要素を
立地条件を持っているということなんだから、それを伸ばしていかないといけない、さらにそして発展させないといけない。それはやっぱりどういうことなんでしょうね。やっぱり政治家にとって一番大事なことは3つと私は思ってるんですよ。10年先を見る、いわゆる先見性、10年20年先をどういうふうにこの東をしていくかという先見性と、それをならどういうようなプロジェクトを組んでやっていくのかという政策と企画力ですね。そして次に一番大事なことは、それを的確に判断をして実行をしていく、それだと思っています。それをこんなことを言ってる人がいるんですよ。レーガン大統領がですよ。レーガン大統領はアメリカの大統領ですけど、その時に2期目を挑戦した時には69歳でした。私はちょっと若いですね。でその時にライバルは若い人でした。その時にインタビューを受けて、どう思いますかと言われて、私は私のライバルであるその若さとその経験不足を政治的に利用しようとは思いません。そして対処しました。私もそうです。とにかく伊達に3期12年してきたわけじゃない。それだけの経験と知識とノウハウと、そしてこれまで以上の人脈を私は築いてきたと、そういうふうに自負をしております。ですから先ほど言ったことが、大きなプロジェクトが私しかできない、そういうふうに思ってます。そういうことで皆さん方の力強いご支援、そして温かいご支援、ご支持を賜りますようにお願いを申し上げまして、ちょうど30分前でございましたから、やめたいと思います。ありがとうございました。今幹事長から言われましたけど、なんかこういう陳情書が出て、あ、確かにこう古いですね、公民館。ですね、国の総務省の補助金なんですけども、都立高も下原町も王冠もその国の補助金をいただきまして、1500万補助金が出るんですが、それをいただいて公民館が できました。3年連続ですね。だから、串尾さんを通じて陳情書を出していただきますと、そういうふうに、国の方に、陳情したいと思いますので、そういう手続きを取っていただきたいなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。本日もあと2日となりました。ゼロからスタートするのか、継続を選択し、さらに日向市の発展を願うのかの戦いであります。私たちの子供や孫のため、この日向の未来を黒木健二現市長に託したいのです。皆さんと共にこの戦いを勝利しましょう。それでは頑張りを参考にします。大きな声でお願いします。はい、構えて構えて、はい、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。